て家の張り合い彼の自慢話すべて割り切りが感じられてかなり気楽主義でしょ彼の前では建前のないエールテレビニュースは昔にそろそろ私やらいいかな優しい男なら他にたくさんいるしルックス重視なら愛想笑いで現地でなといふりをして本当は育児なしの寂しがり屋だからそんな私をレスキューミーか夢見てる庭付きマイホームとか会社だとか君に生きれない理想だけはいつでも一に奪える卒業したら就職一人暮らし食事は外で済ますからキッチン道具はいらないいつか結婚して子供で